はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、レオジンと申します。皆さんからいただいたリクエストをやっていく企画を俺縛ります。今回の縛りは ICR-1 にサプレッサーつけてほしいっちゅうことで、サプレッサーつけてやっていきたいと思います。 ICR-1 といえば、まあね、全距離4発、サプレッサーとの相性はどうなんでしょうかね。まあ4発当てたら死んでくれるんやったらサプレッサーつけてもありなんかなって思いますけど、5発キル出そうですね。本当に出そうですね。怖いですね。ブレが一番1音少ない、この AR、 まあかなり素直です。ただ4発です。さあやっていきましょうか。やっていこうぜ。オーライ。サプレッサー縛りなんて俺にとっちゃ お茶の子サイサイサイですよね。サイレントサイレンですよ。こんなんかかってこい。ほらタタタタン、4発かな多分。でしょっぱい音鳴ってますね。しょっぱいサイレンサーの音が鳴り響いてますね。飛んでくると思うけど、うわ、フラッシュバンはちょっと無理だね。フラッシュバンされるとは思わなかったな。あとスコアストリークなんかラジコンにしてほしいっちゅうのもあったんで、ラジコンにします。あ、そっちから来てた。あ、ナイス。こっちからか行こうかな。せっかく AR なんでね、全距離対応できるこの AR でなんとか なりませんかね。 OK、 後ろ、そんなん嘘だろ。同じ武器拾われて負けるっていうね。弾打ち込んだんですがね、しっかりと打ち込んだつもりだったのかもしれませんね、これ。さあかかってこい。ほらサプレッサー、なんかサプレッサーの動画ってすごいこう悲しくなるよね。なんかしょっぱくなるよね。なんか知らんけど、死ななすぎ。わろち、死なねえじゃんこれ。大丈夫これ、いける、これいけますかねこれ。同じとこから行くのあんまり好きじゃないんだよね。あ、上だよね。うん、まあまあ上だよね。まあ上だわな。今のびっくりしたな。全然死なないのな、この武器にサプレッサーね。あ、無理、諦めよう。うん、諦めも肝心ですね。いや、2キル4ですとか、もうかましてんな。ぼちぼちかましてきてますね、これ。いや、いると思うんだよ。いたよな、今な。オッケー。アシスト上、裏から来そう。めっちゃ裏から湧きそう。オッケー。無理やん。無理だよ。頑張ったけどやっぱ無理だよ。これサプレッサー最初最悪やな。これ相性最悪やで、これ本当。今回なんかもうおとなしくなっちゃうよね、自分が。手ぐらいめっちゃもう、嘘だろ。あぶね。ヒットマーカー出すぎじゃね？大丈夫これ。いけるこれ。いけてるこれ。わかんないですけど。いけてるんやったらいいんですけどね。いけてるんやったら全然いいんですけど。いけてないんやったらこれダメですよ、ほんと。後ろ。あ、俺狙ってたのね。まあ、壁抜きですよね、そこは。リス位置逆なってるよね、これね。多分こっち脇じゃないかなって思うんだよね。全然違ったわ。もうタイミングよね。もう俺が一生懸命、よし、今出ようって時に来ちゃうんだから、ほんとね。タイミングゲーですよ、このゲームは。そう。タイミングが大事。そう。めちゃくちゃ大事ですよ。圧倒的にタイミングよ。圧倒的タイミングですよ、これ。もうエイムよりタイミング。な時もありますもんね。もうそこ、俺さっき待ってたのに今出てくる、そのタイミングでみたいなのがありますからね。今出てくるんだね、そのタイミングでね。っていう時がもう何回もあるから、本当に。死ななすぎでしょ、本当に。マジで勘弁してほしいわ、この死ななさ。なんか一人だけ体力150ポイントで敵設定してるんじゃねえかって思うぐらい、めっちゃこう、死なないですね、本当に。まあ近距離はもうお察しですよ。無理ですよ。広いな。このアタッチメント広いな。じゃリロードしときましょうか。2人いるのは NG ですね。これちょっと、ああ、こっちから来そう。でも
リスイチ次第で何とでもなりますからね。リスイチとタイミング、そう、このゲームはタイミングゲーですよ、言うて。そう、オッケー。俺多分5発キルになってねえかこれ、気のせいか。5発キルじゃねえか、このサプレッサーつけたら5発キルになってね。大丈夫これ、俺すごい心配なんだけど、大丈夫これ。心配になってきたぞ俺。今いましたね、左、左より真ん中。死んでないよね、死んでないよな多分。よし、ここでちょっとラジコン使っちゃおう。味方かい、くそ、騙された。よし、まあ、ブレが低いんでね、ブレが低いんでね、ああいう系だったらラップス。あぶねえ、フラジャケつけてなかったら即死だったぜ。いやあ、危ねえ危ねえ。ラープス出すとはやりますね、相手さんも。と思ったらケアパケかい。多分ケアパケだと思います、あの感覚。オッケー。アルガスはジャンプ打ち難しいですからね、KRL と比べて。さあどっちみち着地したところで、どっちみちあれでしたね。うん。どっちみち負けてましたね、あれ。ラープス来てたし。ラップスはびっくり。CS でラップスはやばいですね。後ろだよ。なんで2階にラップスいるんだよ。いやしかしサイレンサーのおかげで赤点が出てないんでね、敵の位置を把握されてづらいですね。オッケーオッケー。いい感じだ。いいセンスだ。後ろだ。まさかの4人いたんですね、あそこの近くにね。困りますね、それは。こっちは1人なんだよ。そう、1人だけど、こう、もう弱体化というか、もう自分で進んで、弱体化を進んで、サプレッサーをせっつけてるんですから、ほんと。中いますよね。操作系だと祈ろう。操作系だということを祈りましょうかね。うそん。まあ、ゴルゴンパイセン、いまだに強いですからね。ラピファつけて、ラピファも強化されて、ん？ゴルゴンがまた復活してそうですね。なんか、ラピファ強化されて、どういうふうに強化されたのか、ちょっといまいちピンときてないですけど。なんか強くなったって話聞いてね。うん。ラピュア自体が強くなってるんでね、どの、嘘？嘘だろ。あそこいたんですね、角の方にね。もう見てないですもんね、僕、そんなとこ。もう突っ走っていってるからね、ダメだね。ちゃんとクリアリング大事ですからね、ほんと、チーデスは。そう、ゆっくりとチーデスをやって、そう、クリアリングの能力を身につけて、そして活躍していく。大事ですね、非常に大事です。オッケー、ということで、100対75で、勝利することできました。ICR サプ推奨しないです、正直言って。もうラピファでご了承した方が全然いいですよ、本当に。まあ、最後はウォーマシンですね。まあちょっと思いついた頃にね使うっていうね、もうダメですね本当に。ということで、ご視聴お疲れ様でした。縛りリクエストに関しては Twitter もしくは動画コメント欄にて気軽に募集してますので、そちらの方に、気軽に声かけてくれたら幸いです。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。